おい、心臓洋介、どうしたんお前、昨日めっちゃラインしたのになんで気なもつけへんねん無視しとんちゃうぞああ、スマホ壊れた。えスマホ壊れた。そんな急にどうせ持ってても誰からも連絡来へんし、外であんまりスマホ触らへんしさ、ソシャゲとかもあんまりやらんし、SNS もほとんどやってないし、YouTube もパソコンで見れるし、スマホって持つだけで金かかるやん。だから新しく買うべきかどうか悩んでるねん。そこ悩むやつおるんや新機種取りにしようかなーで悩むのはわかるけど、そもそも持つかどうか悩むやつおるんやスマホは持っとけよもしもの時どうするねんあ、はあ。 機種どうしようかな前何使ってたん格安、?3 万くらいのやつ名前もわからんやつお前ほんまに高校生使えたらええねん。考え方、達観してない誰にも迷惑かけてないやん。いや、そうやけど、ほら見て俺 iPhone14! ふーん、それ最新なんそうそうなんか iPhone ってすぐナンバリング出るよな。来年には最新記事じゃなくなってるんじゃん。嫌なこと言うなよ僕は別に魅力感じんけどな、iPhone。珍しいな。珍しくないよ。iPhone 勢ってそういうとこすかんわ。はなんかその、自分らが正当派というか多数派みたいなつもりでおんの。 実際世界じゃアンドロイドユーザーの方が多いから。そんなつもりで言ってないわ。でもクラスの関数が iPhone 持ってるから、iPhone 買っておけば心配ないでってことやん。ほら、関数は iPhone ってなんなんどういうこと関数は iPhone ってなんなん関数は iPhone。そのままやけど。アンドロイドが少数って言いたんやろいや、別にそういうつもりで言ったわけじゃないけど。そんな尺内やったら別にアンドロイド買えばええやん。別にって何え別にって何こいつセリなんそんな怒りようなこと言ってるかな俺。キニクンは iPhone 持ってるやつは没個性やからな。iPhone のこと没個性って言ってんのお前くらいやぞ。 そんんんんなカカララーー、で出してねのはどがあるんえっと、確か、青、赤、薄紫、白、黒やったかなふーん。その中やったら黒かなお前が持つ個性やんけ。iPhone でイヤホンジャックもないし充電とかも Type-C じゃないんやろただただ不便やん。使ってみるとそうでもないで。別に打つうって感じ。お前、Bluetooth イヤホン持ってないの持ってるよ。じゃあそれで音楽聴けばいいやん。まずそもそもスマホで音楽とか聴かん。お前なんなん何癖の付け方競いで。何癖とかじゃないやん。お前とあの逆張りやん。文句付けないだけやろ。違うよ。実利やから。は 僕は実利を取ってるねん。実利って何やねん。iPhone なんてブランド製で8万やからな。なわけあるか。その点格安スマホは完全な実利スマホやから。実利スマホって何陽介は格安スマホなんて持つの恥ずかしいとか思ってるんやろまあまあまあ。つまりブランド製で iPhone を選択してるってことやん。いや別にそういうわけじゃ。でもそういう側面もあるってことやん。えじゃあ聞くけど iPhone13 と iPhone14 は何が変わったんえ 何が変わったんよ性能確かに iPhone14Pro は少し性能上がってるけど他の iPhone14 は iPhone13Pro と変わらんねんどっちにしろ別格な性能違いあるわけじゃないえメモリもストレージも変化ないしぶっちゃけ例年通りのカメラ性能の向上とかしか大きな変化は見られへんしちゃんとそういった違いを分かって選択してるめっちゃ詳しい違い分かって選択してるならいいねんカメラの性能差が少しでも大事って人は14を選択するべきやと思うしスマホって1人トイレで見合ったものを買うべきやと思うねん自分がそれを何目的で使うのかそういったことを考えるべきやでお前口に俊足はかせてる本当にバカなのはよく理解もせず使いもしない性能のために何万もするスマホを買うことやねん そう。他のブランド性のためにな。僕はある程度サーチができて LINE が動くレベルのスマホがあればそれで満足やね自分を正当化するために必死で他のスマホの悪いところをサーチしてるんやろな。何が言いたいかわかるつまり実利スマホが最強ってこともうわかったって。わかったから。えってもう。